天才ピアニストの深夜おでんいや今から水飲まんときお水を好きな時に飲まして <laughs> <laughs> 今日で600回イエーイ 六百回ですよとか言ってまた次回に残るじゃないですか。<laughs> またまた自自回になるんですよ百回に一回はね。うん。六百回ってね、うん。常人がなしでなしえる技ではないですよ。いや本当にね五百の時にね、うん、もう無理なんじゃないかなと思ったんですけどね。難、はい、度苦てそうになったか。そうそうそうたどり着きました。もうねあと。 2時間でああげななかかのにままだ取れてないとかあったたよねりしそういった夜を乗り越えて、はい、今日を迎えたことを嬉しく思います感謝やねそれもこれも皆さんのおかげ本当にありがとう皆さんがお差し入れをくれて、うんうん、お便りをくれてるからできる<う>いやこれマジでお便りとかさ、うん、全然なかったらきついよな <laughs> なかったらめっちゃきついで 正直だってさ最初のうちはお便りなかったけどそうなんかなトークテーマが何個もあって、うんうん、やってたけどもうほんまにそのお便りなかったらもう諦めてたな改その話すんねんみたいなことになって,てましたよ、うん、お便りやっても何回も話してるかもしれんけどなお便りきっかけに何回も話してるやつもあんねん <laughs> これ前も多分言ったけどみたいなあるけどなる,るけどでもね、うん、600回もやったらしゃあないんだ600回はすごいわうーん,うーん とさすがに褒められても仕方ないというかね。やっぱね、すごい褒めていただけるよ結構。そうですか。あの毎日ラジオトークを上げ続けている。はい。でまあ看護師あるあるも毎日上げてます。上げてる。うん。これすごいねって結構言われますよ。あ、見てくれてる人はいるんだ。毎日こう、そう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 。あ、嬉しいね。え、毎日って言われるもん。うん。まあそれはねあるあるとかもちろん貯めて取ったりとかもしてますけど。そうですよ。はい。

水菜よろしく、ほんま、フレッシュなこと、ほいいですよ。はい、ありがとうございます。六百回でございます。さあ、お差し入れご紹介します。あいなさんからお味しい坊さん。あいなさんありがとう。なこさん応援してます。なこさんありがとう。クリームパンさん面白いです。クリームパンさんありがとう。五日目のマスオさん応援してます。五日目のマスオさんありがとう。だぶ隊長さんすごいです。と癒されました。だぶ隊長さんありがとう。りゅうさんから応援してます。りゅうさんありがとう。もりみょんさんが、共感しました。もりみょんさんありがとう。はい、もやずさんのやつも見てくれたそうです。ありがとうございます。はい、もやずさん。

岩下の新生姜をね送ってくださったお,さお差し入れでくださって、はいうん、えあ、ー、もえあずさんがじゃないですファンの方が送ってくださってやっぱね改めて食べたら美味しいしいしもえあずさんの動画を見て、うん、なんかさんざん自分の中の岩下の新生姜への思いが高まってたから、うんえね、余計美味しかったねん,んかさしっかりめにハードル上がってたけど、うん、超えてきたね美味しかった、ね、美味しかったでまたまなんか プレミアム岩下の新生姜っていうやつを送ってくださっててそうめちゃうまのコーナーやったなもうはっきり言っちゃうんだそれうんそうなんですよいややっぱ美味しいななんか普通に自分でまた買いたいなって思いましたね絶対買うあれ美味しいなほんまにリピアな岩下の新生姜だけは美味しいとりこ皆さんも食べてくださいありがとうございました口になったと思いますはい さあ、それでは午後はまるまる思いっきりテレビの。え、そんな時間ありました。はい、ヘネシスさんからですね。ありがとうございます。私はバツイチ。で、中二小六の子供を持つシングルマザーです。看護師歴20年です。今年は本気で彼氏が欲しいです。出会いがありません。どうしたらいいでしょうか。いいですね。この。もうね、切り替えてというか。そう、そう、そう。きっとだいぶ前に離婚されたんでしょうけども。なんか、まあ。再婚とかじゃなくて。ちょっとやっぱね、こう。そらとして彼氏が欲しいなっていうような。 女ですよ。はい女性ですか。さんが。はい。つもおたよりとかねお写真入れくれてますけどやっぱりねもうお子ちゃんが中二と小六でしたはい大きくなってもう手も全くかかりませんしまあまあでも小六ですかまあまあまあまだまだね受験とかもあるしあるはありますけどまあでも全然そううん言ったらなんていうのかなうんその赤ちゃんにかかる 手間はいらないやんか。自分のことは自分でできるし、余裕が出てきてはるんでしょうね。多分その生活に。彼氏な。 でもあのほね看護師さんってことじゃないですかでねやっぱ看護師さんって素人から見たらねお医者さんがいっぱいいるじゃないのとかなんかね病院の中にこう出会いがあるとなんか勘違いしがちなんですけどそうでもないんですよねんない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 ほんでしかもねヘネシスさん多分ね結構ベテランナースやから多分ですけど同じ病院に勤務されてるんじゃないかなと思うんですずっとだからもう皆知ってるというかそうもうね無理やねはいはいはい近くにいる人 見てみたら意外と恋に発展するかもみたいなやつももうなくなってるじゃ、ね、ないね見直してみて周りをよく見渡してるやつも終わってるんよ、ねうん、もう全員かぼちゃかぼちゃとじゃがいもあかぼちゃとじゃガいもばっかり、うん、これはだからねどうなんですかってことはもう出向くだからねマッチングアプリ マッチングアプリめっちゃいいいと思いますよでもなんか,かやっぱり大人の女性やし、うん、なんかあんまりそのチープな感じのマッチングアプリはなんかおすすめせえへんししっかりなんやったらちょっとだけお金払うようなマッチングのやつ、うん、するとかアプリというよりかはなお見合いサイトみたいなんでもいいかなとも思うしあとなんやろなあ,あの私が合コンめっちゃね、うん、ナース時代に行く。 きっかけになったのは。マスミさんはやっぱ合コン選手時代がありましたよね、はい。もちろんその同級生つながりでもあったんやけど、はい、何？そう例えばエステとか松江、うん、とか、まあネイルはまあ看護師さんやから足だけかもしらんけど、うんうん、とかのお姉さんと仲良くなって、うん、でなんかそういう何恋愛の話とかしてあ言ってた名前な。そう彼氏。はい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 言ってましたね。別れたばっかりで。うん 次行きたいけどなかなか出会えなくてみたいな言ってたんですよんか合コンよかったら来るみたいなはいはい松江区のお姉さんその時なるほどなるほど連絡交換して誘ってだいてみたいなそっからやっぱ広がったりするから意外とそういうねちょっと時間に余裕ができたらそういうアプリとかそういうのももちろんいいと思うんですけどなんかちょっとそういう紹介合コンみたいなそうそう合コンあまあまあそうかいや合コン 全然呼なかったらいいのかなんかお食事会みたいなお食事会、まあ、合コン全然40代の人とかもやってはるから全然いいと思うようなるほどね、うん、とかまあそういうな紹介みたいな感じでうんうん、うん、2二ぐらいでちょっとご飯行って、うん、とかでもいいかもななるほど でも結構さ看護師さんってむずいのがさちょっと働く時間帯とかちょっとね一般企業の方とはまた合わなかったりするところもねたまに傷でもありますよねお休みの日合わせるのがむずいとかなかなかシフトやからな前もって1か月2か月前ぐらいから決めとかんと決めとかんととかねでも看護師さん結構やっぱりフットワーク軽いから仕事終わった後とか夜勤前とかにパッて行ったりとかするなるほどね行動力ある人がねそうそう時間がないからこそのうんうん 使い方上手というかはいはいはいっていう人が多いからその辺多分ね大丈夫だと思う歴長いしなるほどねあそあれは同窓会は同窓会どうなのあのもう大ごとの同窓会じゃなくて仲いい女子にちょっ集まらへんっつってほんでちょっと何人かその元同級生みたいなのを集めてなんかちょっとこうななるほどそれでさなんかまあ分かるやん当時というかその かっよたというかいけてたなみたいなメンバーも頑張ってこう結婚してる可能性もありますけどねまあおおむねしてるやろなしてうんそうでも全然なくやないやんうんバツイチ同士があるかもしらんしなやし何かそのグッてあってええなってなってから早そうやねその完全なまっさらじゃないからそう初対面より基礎知識があるから基礎知識あるからうんんかそういう次のステップにはいきやすいよなかなっていう もしガチッと来た時にいやし別にまあまあ何もなくても普通にまあちょっと楽しいやん、うん、あのうわ今日外れたらみたいなことにはににない女同士だけでも楽しいから、うん、そう普通に楽しい時間を過ごせるかなというね同窓会でもなかなかなな,いなくなってくるな多分そうやねだから自分が企画とかせんとないよね、うん、そうやな、うん、そうやねうんでもなそれ多分そのがっつり恋愛したいっていうのもあるんかもしれんけど、うん マジで普通に男性とデート行ったりとかお食事とかそういうのを、うんはい、それ楽しみに頑張るみたいなそうそうそう、うん、それが多分ねしたいんかなと思うんですよねなるほど、ね、ああの業者さんとかはダメなんですか業者さんもな歴長いとな顔ぐらい一緒なのよなずっと見てる,なるほどな急に誘ってきたでってなってもうか、うん、ほんならちょっと,ちょっとあすいません伊藤さんあの今度のうち開いてないみたいな 無理無理無理伊藤さんいゃてないってこれよっぽど勇者じゃないと無理やしなかなかそうか出会いがないっていうのはね同じ病院に勤めてると難しいですね難しいなあこればっかりはまあそ,そうかいう私たちだっていてないし上前まあ前も人の相談に乗ってる場合ではないみたいなとこもある <laughs> 私たちはそういうねあの活動してないからねうんびっくりするぐらいしてないから自分が悪いんです <laughs> 悪いかどうかは分かりませんが悪や悪ではなくて悪悪だってるから他のこと頑張ろうっていう思いがあるからね悪玉<霊>ま悪だま金クソ悔しいわ、うん、いやでもなんかね応援したいけどうん,うんどうしたらいいもんかねまああのあれやっぱ紹介が一番あれかな紹介合コンねかなとかなんかバツイチの方ばっかりが集まる アプリというか、アプリっていうか、なんやろそういうマッチング。出会いの、絶対あると思うんですよ。あ、なるほどね。コミュニティみたいな。そういうのも良くないですか。ああ、バツイチ同士で気楽ちゃいます。たぶあ、聞いたことあるんですけど。あるある。聞いたことある。うん。 やしんか一回結婚とか経験してるからんかあんばいがめっちゃええらしいんですそうそうそうおすすめやぐらいに言ってた人もいましたあそうバツイチの方おすすめみたいなでんかその結婚に向けて急がへんしっていうことだよねはい余裕があって反省とかもしてるしあんなに言ったらダメなんだみたいなことがねいやそうですよね応援してますからまたホーク待っておりますおやすみおやすみ チャンネル登録ってした方がいいもんねうん私やったら登録するかな私もするのよ登録してみたらどうどう